はい、おはようございます。釣り子 TV です。ノリーズのデカバスを狙うためのニューアイテムが釣り具屋さんに並んでましたよ。こちら FG ダディっていうことで、これ買ったんですけども、実はもう開けてですね、一回使ってきちゃいました。ちょっと我慢できずですね、釣り場で大概この買ったらですね、あ、こういうの買ったよって動画を撮ってから釣り場に持って行って釣りをしてっていう流れなんですけども、あんまりにもちょっと釣れそうなんでですね、我慢できずにちょっとこの前釣り行ってきたんですけども、ビリッと破って1個使ってきちゃいました。こんな感じでですね、釣れなかったんですけど、結果から言うとですね、ただ非常に、あ、これ来たらでかそうだな、このボリューム感なんで見てください。結構自分手ちっちゃいですけど、手のひらサイズなんじゃないかなっていう、こんな感じのボディで、で足が一対、なんでしょうか、カエルをイミテートしてるのかな。で匂いはそんなきつくないですね。結構サラッとした感じで、でこっち側が平らな面があって、で裏側見るとこういった感じで空気をはらませられるようなこういったへこみがあるんですね。見えますでしょうか。でこんな感じで、まあビッグダディを放送させるのかなっていうことで、でこのテロンテロンな足があって、昔あれですよね、ビッグダディとか買ってきたら柔らかくするやつにつけ込ん で手にどんぐらいこうまとわりつくかなんかで、こう一軍のビッグダディを作ったりとかなんかしてましたよね。で、まあ、最近ポークルアーっていうのもだいぶ見かけなくなってきて、そこでこのワーム素材の FG ダディっていうことですけどね、価格が750円でした。でカラーいくつか選べたんですけども、この黒に青ラメ、結構霞水系だとビッグフィッシュキラーの色ですよね、まあ、こんな感じのでやって、でどうやって使ってきたのかっていうと、これ先日ご紹介したこのデプスのジグにですね、どうだったっけな、こんな感じでちょんがけして、このボリューム感、これがまたですねいい感じで、でこれをですね中層でスイミングでバタ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 ってずっとやってたんですけども、ちょっと残念ながらですね初めて使ってみたんですけど、その時は釣れなかったんですが、まあ、水中にこう着底、そこにですね着底させた時なんかもうこうベローンって感じで、このジグが頭が平らであんまり横倒れしにくいよっていう形状と相まってですね、非常に存在感をアピールし、この立ってんですよね、ビローンでゆーっくりベターンで、スイミングさせるとこのお尻がこんな感じでピリ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 、すごいいい感じで微波動しながらこうピリ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 、なんか中層泳いでる何か巨大な何かっていう感じでですね、非常にいい感じの動きだったんで、まあまあまあ、どんどんスポーニングも終わってバスもだいぶ回復して活発に餌を追っかけるようになってきましたからね。であとはその時にいるベイトのサイズによるんでしょうけど、ちょっと大きめの餌追ってるなーなんていう時はまず持って間違いないのかなっていう時と、あとはまあこういった感じのガード付きのラバージグにつけて流れ込みに直撃したと入れて、もわーはーはーとなんだか切りもみで落としていけばですねいいんじゃないかなっていうことで、まああとはこういう感じのへこみ加工があるんで、ちょっとこういった重めのジグにつけてもこのへこみが空気をはらんで非常にまあ早いんだけどもちょっとスロー、ボリューム大きい割だけどちょっとスローって感じでベターンっていう感じで落ちていってくれるんでいいんじゃないかなって、空気がたまにボロッと出たりしてっていうことで、この組み合わせでしばらくやり込んでみようかななんて思います。でホームページの説明書きを見ると、まあこっち付けとあとは逆付けですね、
こっち付け、このへこんだところを上にするとこう平らな面が、なんですかね、こっち、下側に来るとスライド、スッとスッとスライドさせて落としたい時なんかはこっちの平らな面を下側に、でちょっと空気をはらませて、あとは空気がポコッと出た、そういった演出をしたい時は逆側、こんな感じで表裏を付け替えることによってちょっとアクションの性質を変えることができるよっていうのが書いてありましたね。あとはあのフィッシングショーにこれ並んでたんですけど、その時はチャターベイトについていて、まあ、これチャターベイトだとしたら餌を追ってるブルーギルを追ってるような状況の時はこんな感じの縦刺しっていうのかね、縦刺しをしてビロン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 やることによってちょっと大きめな、まあ例えば何ですかね、ブルーギルを追ってる時とかそういう時にベストマッチなんでしょうか、こういう縦付けでチャターの具として使うのもいいよ、まあ参考です、こんな感じの付け方みたいな感じで確かフィッシングショーでは最初飾ってあったと思うんですけども、あとはまあこいつ単体でこの真ん中が結構丈夫な針を保持しやすいような、筋、こういうのがありますんで、ここにつけて、そのままテキサスリグの具にしたり、あとは逆付けして、バックスライド系、こっち側からこう抜き刺して出すと思うんですけど、こうバックスライド系にもなるよ、一粒で、いろんな使い方ができるっていうことで、まあ、ちょっとこの夏、ああ今日はこういうデカめの餌いけるんじゃないかななんていう時はちょっとぜひ持って使ってみようかななんて思って買ってきてみました。でこれ単体の、そうですね、重さも測っておきますかね、ノリズの FG ダディ、これが何グラムでしょうか。おお、単体で 14.2グラム、結構ボリュームありますね。でこれがコンツアジグの8分の3オンスですけどね、こんな感じの組み合わせにすると何グラムでしょうか。ちょっとはみ出し、およそ 27.2グラム、1オンスですね。このセットでだいたい1オンスぐらいの重さになるんで、まあ竿としてはこの、まあ、太軸の針とかをガチッとかけていくっていうと、まあヘビータック、ミディアムヘビーからヘビーH パワーぐらいのやつで使うと使いやすいんじゃないかななんて思いますけどね。というわけでですね、今回はこの FG ダディ、釣り具屋さんにポロッと並んでいたんで一袋買ってきてみたんですけども、まあまあちょっといろいろとカバーにぶち込んでみたり使い込んでみようと思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこちらのノリーズのですね、新しいワーム FG ダディ、これを買ってきたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。